La Liga Santander, round 33. Real Sociedad, Real Madrid. Football Databank. Formation. イマノル・アルグアシル監督団。今日、私の息子が WhatsApp、LINE のようなメッセンジャーアプリを送ってくれて、楽しかったと言ってくれました。Team Stats。Player stats, rating, Real Sociedad. Player stats, rating, Real Madrid.Player stats, pick up, Real Sociedad. Player stats, pick up, Real Madrid.Positioning. Attack sides. Shot zones. Shot directions. Goal probability.Comments. 今のルアルグアシル監督団、シルバには感謝している。彼は喜んでいる。シルバ、ファン、クラブに感謝できる。彼があれほど熱意と欲望に満ちたプレーをするのを見るのはとても楽しいことだ。レアルの中心選手であるカナリア諸島の才能あるプレーメーカーについて、彼が我々と一緒にいることは誇りの源だ。カルロ・アンチェロッティ監督団。ミリトンはすぐに目を覚まさなければならない。前半は良かったが、1対0で負けてしまい、すべてがうまくいかず、すべてが複雑になった。後半は良くなかった。私たちは別の贈り物をした。これが最後になることを願っている。オサスナとシティとの試合が選手の頭の中にあるのは事実だ。スペイン、明日より。私が言っていることの最も良い例は、久保建英です。この日本人選手はハングリーであり、チャンピオンズリーグに対する彼のハングリー精神は、レアルソシエダのハングリー精神である。ボールを要求し、トライし、ボールがあってもなくても努力を繰り返し、レアルマドリーのあらゆる出口に飢えたライオンのようにプレッシャーをかける。そして、日本人の初ゴールが生まれた。試合に参加し、疲れ果てるまでプレスをかけ、最後まで信じ、ボールを与えなかったこと。それが久保だ。ムンド・デポルティーボより。ナチョやカルバハルからスピードで抜けにくかったが、右サイドに隙ができるまでインパクトを与えた。ミリトンのミスを察知し、意のままに仕留めるデッドボールを探しに走る彼の目的はラスボス的なものです。8ゴール、8勝。当然の拍手。愛されないわけがない。
エルデス・マルケより。その聡明さから相手のミスに目を光らせ、後半開始直後にゴールを決めるなど生き生きとしたプレーを見せた。タケインタビューより。ヨーロッパで最も優れたチームの一つを相手にゴールを決めることができてとても嬉しい。明日のマルカに僕の写真が載ると思うので記念に新聞を買いに行こうと思ってます。監督もチームメイトも、そして何よりファンからもピッチ上でこれほど信頼されていると感じられることはプロになって以来なかったと思います。うまくいくように自分自身も取り組んできましたが、ファンが伝えてくれる信頼は10点満点です。ソシエダの人たちは来年は僕のことを必要としていないのかと心配していたけれど、彼らは僕を必要としてくれているし、それが本当に嬉しい。来年も自分は 100% レアルソシエダです。